10秒前です私は本日9月に行われます自由民主党総裁選挙に立候補する決意をいたしました思いの一端を申し述べさせていただきます私は正直で公正そして謙虚で丁寧 そういういい政治を作りりたいと思っておりますなんで当たり前のことではないかと言われるかもしれません。しかしなぜ今の時代に正直で公正、丁寧で謙虚、そのような政治が求められるのか、それはこれから先、我が日本国が直面する大きな課題に対応していくためには、 日本の設計図を書き換えていかなければいけないからであります。未来は過去の延長線上にはありません。過去の遺産にすがり、そして次の時代に負担を先送りするような、そういうような政治であってはなりません。設計図を書き換えていくためには、政治が国民の皆様方に対して、 誠実で、謙虚で、正直に勇気を持って真実を語る、その姿勢が必要であります。そして国民の皆様方、その政治の語りかけに対して、納得と共感を寄せていただく、信頼を寄せていただく、そうでなければ設計図を書き換えることなどはできません。私が認識する日本国の危機とは何か。 それはまず第一に、人口が急減する。今、1億2700万人おります、我々日本人は。このまま推移すれば、西暦2100年に5000万人近くに急減をします。高齢化比率は倍に上がってまいります。長生きできるのは素晴らしいことです。それを支える世代が減っていくことこそが問題であります。 財政も社会保障もこのままでは持続することができない。これが第一の私の抱き危機関であります。第二に、世代間において、あるいは地域間において、格差が固定化しつつあるということであります。豊かな人々がより豊かになり、豊かな地域がより豊かになっていけば、それがすべての人々に、 すべての地域に広がっていくわけではありません。格差、それを変えていかなければならない。是正していかねばなりません。今、主婦の方々のパートの皆様方を除いた非正規労働者、930万人おられます。年収は186万と言われております。どうして世帯が持てるのか。 どうしてお子さんが欲しいな、そういう思いが叶えられるのか、ご両親と同居であれば、今暮らしていただいておりますが、そうじゃなくなったときにどうするのか、そのことに我々は目を向けていかなければなりません。食料を作り、エネルギーを作り、出生率が高い地方が衰退をして、食料を作らず、 エネルギー作らず出生率が低い東京だけが残る日本、そういう日本を次の時代に残してはなりません。東京は文化の中心であり、経済の中心であり、金融の中心地として、これから先も日本を牽引していかねばなりません。しかし、災害、超高齢化、東京にかかる負荷を減らしていかなければならないと私は思っております。 東京は東京、地方は地方なのではありません。どのようにして一体的な発展を図るかであります。さらに、激変する安全保障環境、経済環境、我が国を取り巻く状況は、今までとは全く異なってまいります。これに対応をしていかなければなりません。そのために、私は、 設計図を書き換えたいいと思っています政治の信頼が必要だというのは、まさしくそのような状況に我々が直面しているからであります。我々自由民主党は、かつて矢に下りました。谷垣総裁の下で、私も政調会長を務めました。政策が間違っていたというよりも、自由民主党の在り方が 国民の皆様方から拒絶されたので、そういう思いのもとに、私どもは自由民主党のあり方というものを徹底的に見直し、党の憲法である公領を見直しました。そこにおいて何を定めたか。自由民主党は自由飾達に勇気を持って真実を語り、決断する政党である。自由民主党は、 ああらゆるるる組織と対話し調整する政党である自由民主党は政府を謙虚に運営する政党である。自由民主党は政策を作り、条件を作るにあたって、すべての人に公正であらねばならない。その思いを決して忘れてはならないと思っております。具体的には一つだけ申し上げさせていただきます。 政治と行政の信頼回復の100日プラン。100日というのは年内を想定をいたしております。そういうプランの作成を早急に実行に移してまいります。官邸の信頼回復。官邸においてどのような意思決定がなされるか、内閣人事局の在り方はあくまで国民に奉仕する。そのような 観観点点から見直してていいきたいと思っております公正客観性国民の視点それを変えてはなりませんそして国会の信頼回復、我が党の若手の方々が提言しておられます。いかにして国会の運営を公正にしていくかということであります。そして行政の信頼回復、それは地方と中央の役割も見直していかねばなりません。 行政の在り方も見直していかねばなりません。そこにおいて、あくまで行政は国民に対するサービス、そのためにあるのだということを決して忘れてはなりません。政治をつくっていく、そのための信頼回復100日プラン、これが最も急ぐことである。私はそのように考えております。これを実行に移してまいります。最後に 総裁選は多くの論点がございますできれば立候補する人、これが内閣総理大臣を選ぶ選挙でも実質ございますので、徹底的に議論をし、党員の方のみならず、国民の皆様方、誰がどのような主張をしているのかということがご理解いただける、そのような総裁選であってもらいたいと思っております。憲法も論点になるでありましょう 私は優先順位をきちんと定めるべきだと思っております。来年の参議院選挙までに合区解消のための憲法改正は間に合いませんでした。4年後には次の選挙が参ります。このための憲法改正は次元性のあるものであります。さらに、国民の人権を決して不当に侵害しない、そういう前提に立ったもとで、緊急事態の条項は必要であります。憲法上に根拠がなければ、 そそれれががが行われず被害が拡大をすするうういいことがございます憲法9条については、国民の深い理解が必要であって、必要なものを急ぐ、最後に申し上げれば、自民党の憲法改正草案には、政府は国民に対して説明する責務を、それは権利と義務の章に定めております。急ぐものは何か、今必要なものは何か。 そういうことをきちんと認識をしながら憲法改正に取り組んでまいりたいと考えております。